おー、チーズを切らない。はい、鋭し。おー、うまい。天敗換算マン。え、タイミング感だ。振動チーズが乗った。何の4曲、一本場。大悟が繋ぐ。ドラはウーマンです。竜はまだ漫画の角で、岡田を待てることができます。はい。あれ、なんか、いいんじゃないですか、これ。大悟が、ソーズの本一とかで、おやまんになったりするかしら。しそう。おー、しそう。と、本一赤、12000が見える。とーん。トーンが泣けない。でユーアもなんかこれサポートの本質被っちゃいそうですよ。そうですね。だってユーアもマンガンクラスが欲しいわけですから。で瀬戸くまイアンとパイパイ2つあんこってちょっと嬉しいですね。パイパイ2つあんこは数あんこよぎりますね。よぎりますね。いやどうなってしまうんだ。トーンは第5とユーでもちもち。ユーはなんか面と言っててもちょっと見えるのか。瀬戸熊は瀬戸熊は満願つもまだ足りる瀬戸熊満願つもが足りますね。はい。12200点差はギリギリ足りる。200点かわしますね。うん、おお、ドラギロワンくっついたんで、これ染めませんね。うん。となると、トンもちもちでも、まあ、そんなに苦労しないか、頼りたいけど。はい。チーソーから引いたら一通があって、全然トン頭でいけそうですね。はい。ここ、いや、最後のチャンスがここで来たか。一枚切れの初、この一枚差も大事にしていきたい。岡田は上がりきればトップですが、ちょっとまだ重たいのか。そうですね、岡田も今回も普通に上がりにいってますね。これ両層も2枚ずつ持ってるんですね、大悟と言うって。なんかね、トンと両層。あ、違った。これはちょっとね、嬉しくないけど、うん、まあただリーズもタンヤをドラでいいですからね。いいです。うん、ドラ引きたいですね、じゃあ。とくま、あと、イーペーコーとかね。はい。うん、まだ、マンガンルートはいっぱいある。きた。白も重なった。白は誰も持ってない。そうか、鈴木はでもね、あ、間違えた。ユウは、最後ね、積もんないと、積もが岡田からの直撃じゃないといけないんで、はい、形がね、なんか積もれそうな形なのがちょっときついですね。さあ、岡田も、これ難しいですね。難しいです。何とか上がればもうトップなんですけれども。ドラドラこれは。トン頼りたい。一旦パーピンですか。何ですよ、いらなさそうなのはパーピン。リャンソーからだ。ポン。内的通貨なんですか。そしてリャンソーポンですね。優雅。うん、まあ、マンガンになるルートはトイトイとか赤引きですかね。この、いいシャンテンに興味はない。まあ、言うとしたら、マンガン狙うけど別にマンガンじゃなくて2着でもいいやっていうね。二段構えで。うん。結構伸び伸びといける立場ですかね。そうですね。これで一応いいシャンテン。はい。リャンソーポンしています。赤ウーソを引いたときは、まあ、マンガンですね。うん、お、チーソー重なった。一旦何切りますか。夢が見えてきた。ただ、どうなんですかね。あの、瀬戸熊は、タイヤを、になったら、積もって裏市、かけるかな。数アンコにならなかったときですね。はい。今もうね、次テンパっちゃうかもしれない、瀬戸熊。ほい。これ入り方次第で。そうです、そうです。例えばね、3ピン引きとかね。まあ、数アンは絶対リーチだと思うんですけど、うん、どっち積もっても満貫なんで。はい。さあ、岡田、単用のいいシャンテンになった。おー、なんかすごい、上がれそうになってきた。なんか統一が一気に増えました。大悟、トンがね、泣けないとはね。トン切るって選択にならないですもんね、だって。トン切りだけは変だね。急走握れなんですよ、これ。まあでもね、トンポンできるかもしれないからね、はい、こう打つしかないかな。ヤンソーポンしているユウ。これはもういらない。そうなんです。ストクマの手は3万と数ピンのくっつきのいいシャンテンなんですよね。あ、チーソーだ。チーソー。これね、切ったら多分、第5チーだと思いますけど。瀬戸熊のポンは入りませんか？入りません。瀬戸熊ポンしたら漫画にならないから。おぉ、チーソー切らない。はい、鋭し。もうユウにも嫌なのかな？これでいいシャンテンをどう取るか。ウーワンがドラの分、ちょっとまた難しいですね。難しい。これ。なんか、急走切りもあると思うんだよね。急走はもう、あんこにはなりません。そう。ただ、ウーワン切りもあるよね。そう、なんか、トーンの、だって、トーンがわからないから、どこにあるか。これはね。私たちは見えてるけど。
ウーマン切りが一番広いは広いですよね、うん、チーソー引いてなんだろう G1 リーチになれば、いやでももうパーソー切っちゃってるし、これはローソー切るか、あーチーソーがね実はさっきね岡田に持っていかれてね、うまいなこれ、すごいチーソーキープしてこの辺りを打っていく、はい、これ最高の打ち方してますよ、形を入れ替えてのいいシャンテンです。ただもう大悟チーソーチーできない形になってましたね、はい、うん、さっきはしたと思いますが、さっきは一気通貫の感じ、はい、ね、道がありました。これこのくっつき3ピン2枚見え、そして瀬戸熊が4着を脱出するためには2戦4戦のつま上がりが必要、はい、この天敗はいらない、はい、換算ピン2枚切りにねかけて積もって裏位置はちょっとさすがに無理があるということで、しかも裏位置を乗せるのに本当に適してないんですよね、あの手配、そうですね、同じ種類がいっぱいありすぎる、うん、これで、まあ、満願には届かなかったですが、まあ、天敗は取りそうですね、トンと白のシャンポン待ち、うん、多分上がるでしょうね、別にもう見逃してもトップになる道が、うん、白が残ってますね、ナウはないんですよ、はい、うん、だから当たると思います。おー、うまい、天敗換3万3万はどこだ、瀬戸熊が2枚持ってます、あでも出るかもしれない、いや山には1枚ですね、で白もいる、ちょっと待って、岡田から鈴木優に5-2はまくられるんじゃない？5-2はダメですよ。だから白持ってきた時にどうするかなっていうのはありますよ。止めると思います。心配ですね。チーソーを切らなかったぐらいなんで。え、タイミングガンだ。そうですね、これですね。これで満貫になるかもしれない。そう、打点を上げに行く鈴木優、ペイの大民間、振動チーソー乗った。え、ドラマティックルネッサンス、どうだこれ。あとね、瀬戸熊にも2枚乗ってるの、これ。あー、なるほどね。めちゃめちゃ面白くなったじゃん、これで。これはなんかすごいね、ペイ出るかね、しかしルネッサンス来ますよこれ、ね、本当に、いやもういい、もう打点条件はクリアした、いやでもこれさピンズにくっついたらアウトですよ、そうなの、3万出ちゃうの、ここで岡田の粘りが効いてくるか、何引いたの、何引いたの、いやこれはでも嫌な牌なんだ、いやいや、いや、いけるか、ちょっと不気味な牌ではありますね、これ切ると、うん、ダイゴがテンパイ取るんじゃないかな、チーしてトンバックってやつですね、あーやれた、いらないそう、うん、的確に的確に抑えていく、いやでもね本当今のこの曲の打ち方すごくうまいと思ったんでね、うん、とかあとはただ優が強く吐く積もれば甘くられてしまう、あー積もの声、2004戦は2100、4100、うわー優が執念見せました、大民間から奇跡の条件作り上げたね、このルートがあったか、ご視聴いただきありがとうございました、チャンネル登録・高評価お願いします。また、この曲が見たいなどのリクエストもお待ちしております。